そもそも私に大義なんてない。公務員試験を片っ端から受けて慣れたのはたまたまこれだけだった。この税金泥棒が、クソが、取り締まりかよ。黙ってる報告書早く出してね。こんなに激務で嫌われ者と知ってたら絶対警察官なんてなってない。もうやめる。この辞表を叩きつけて私は第二の人生を。頑張れば頑張るほど人に嫌われる仕事って何なんすかね。いや、今絶対に公務中口に出せないこと考えてましたよね。本当、感じの悪さで藤部長にかなう人いませんね。私は警察官募集のパンフレットの世界観が大嫌いなんです。刑事課なんて他のお役所よりリーゼント率高いだけ、ただの地方公務員なんだから。遅くなってごめんね。俺に会いたかったんだって。アイス食い終わるだけの時間があれば俺はどんな人間でも手玉に取れるよ。一流刑事の武器は拳銃じゃなくチョコアイスバーなのだよ。すみません、実は昨日俺警察手帳をなくしました。いや、もうこれ俺ら刑事としてどうなんすか。私は昔から歴史好きの新選組オタクで、仕事内容に似てる気がしてこの仕事に就いただけだから。いやいや、地方公務員法の罰則に切腹はないよ。大判女子のやけにリアルな日常を描いた全く新しい警察コメディ、秘密内幕女警的反击，8月25日起，只在 Animax。